いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。宇和田だよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、アサヒ飲料より日本生まれの炭酸飲料三ツ矢ブランドから厳選した日本の特産果汁を使用した炭酸飲料、特産三ツ矢長野県産巨峰。こちら2019年10月8日から全国で発売したので、こちらをご紹介したいと思います。こちらは長野県産の巨峰果汁を使用した炭酸飲料です。アサヒ飲料といったらフルーツクオリティ製法を要することで、巨峰を頬張ったような味わいを実現しました。三ツ矢ならではの爽やかな香りと巨峰のコクのある甘さが合わさり、芳醇な美味しさをお楽しみいただきます。容器には果実感をダイレクトに表現する形状のフルーツボトルを採用しております。糖分の全体にデコボコをつけるだけでなく、容器上部のカバーを剥いたような塗装を加えることで剥きたての果実を表現しております。特産三ツ矢シリーズは2017年より展開しております。ろ過を重ねた磨かれた水、果実などから集めた香りといった三ツ矢ブランドのこだわりをベースに、三ツ矢ブランドが長年伝わってきた比率をこのフルーツクオリティ製法を用することで実現しております。保存量は不使用となっております。本体価格150円、特産三ツ矢で長野県産巨峰ということで限定発売ですね。はい、こういう風にですね、なっております。詳しい方は一時停止してご覧ください。はい、こちら炭酸飲料となっております。 460ml、 カラメル色素とか入っておりますが、まあフルーツクオリティ製法もじっくりご覧いただきたい方はもう一時停止してご覧ください。カロリーは、46kcal、 炭水化物は 12g となっております。はい、では開けていきたいと思います。コク甘ことで、こういう優しい味ですね。ではいただきます。程よいこの炭酸とこの甘い、いいね。シンプルな炭酸がいいね。程よい、程よい炭酸でぶどうの味が楽しめる炭酸。無理なくフルーツの味が楽しめる味になってます。うん、美味しい。今だけのね、限定なんで、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。美味しい。うん、そんなに極端に甘いわけでもなく、刺激の強いわけでもなく、普通に美味しい。まあ4です。長野県産の巨峰ですって言われなければ分かんないけどねはい、この動画が面白いな、ためになるなという方はぜひチャンネル登録、高評価、カレンの方も見てくれれば喜びます。では